春水のハローニューワールド2017最後です。始まります。もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life、 神様が未来にくれたトレジャー Beautiful Life、 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life's My時刻は午後10時を回りました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター春水でございます。よろしくお願いします。今日ねすげえ元気いいね、あのリスナーの皆さんがね来て遊びに来てくれて、なんかあのなんていうんですかね、すごいテンションです。ものすごいテンションですって言った途端もう全員携帯見て黙りこくってます。はい、ちょっとよくわからない感じですけど、はい、この番組は僕シンガーソングライター春水と気の合う仲間が日常の些細なことやライフワークである音楽について好き勝手に語り合い、時に歌い、基本ふざけていこうと、そういう番組となっております。少し僕の自己紹介をしますすごいテンションです。外ほんと沖縄を中心に全国そして世界でシンガーソングライターじゃなくて、ごめんなさい、を改めシンガーソングメッセンジャーとして活動しています春水です。ちなみにこちら本名となっております。岐阜県出身で沖縄に移り住み5年目になります。すでに沖縄がねもう自分のふるさとのように本当になっております。中3でギターを弾き始め音楽を志して10数年、歌を通して自分自身、仲間や友達、そして世界がハッピーに絶対なれると、絶対なれるということで、はい、そう信じて歌い続けております。今月はもうライブないです。はい、このラジオをもちまして私春水の2017年の活動終了でございます。ありがとうございます。いやーもうね、ほんとね、拍手が鳴り止まない、鳴り止みませんでした。ということで、やってまいります。ですね、もうほんとね、2017年駆け抜けて、今日になりました。なんかあっという間でした。皆さんほんと、皆さんのおかげです。ラジオもね、もうね、約1年やってます、このラジオも。ほんとね、みんなのおかげで、1年もやってくることができました。もうありがとうございます。ありがとう、拍手が。拍手が鳴り止みません。ということで、はい、やってまいりたいと思います。さあということで始まりました春水のハローニューワールド、今回が記念すべき第42回目となっております。ありがとうございます。 42×7 でいくつになるの、294かね、294日間。そう。で、プラスして、お休みの日も何回かあったんですよ。なので、って考えると、やっぱり1年ですね。あっちゅうまでした、本当に。もう、あっちゅうまです。はい、ありがとうございます。ね、ということで、第42回をもちまして、2017年は終了ということになります。そして、第43回は、ですね、1月の9日からスタートしていきますので、皆さん、まだ終わらないですけどね、42回目ね。始まったばかりなんですけど。はい、43回目もね、楽しみにしててください。ということで、今日ですね、北海道から帰ってきまして、もう、大成功でした、皆さん。ほんと大成功でした、北海道。ほんとね、どうなることやと思ってたんです。っていうのも、私、ね、全国ツアーあって、台湾のツアーがあって、で、自分の、ね、ワンマンライブがあってと、ツースター大和くんのワンマン、そして僕のワンマンと、もう3週連続でワンマンやって、その間にもライブがちょこちょこあって、でしかも副鼻腔炎で体調崩してと、もうねてんやわんやでしたよね。もう大変だった。でもそう大変だったので、本当に北海道のことがね結構手つかずだったんですよ。でも僕がね手をつけられなくても、例えば
そうですね、今回今回の北海道ツアーが現実のものになったのもですね、トモ800さん、そしてこっち、ツイキャスネームですとね、リーコちゃん、まあ、こう彼女たちがねすごいこう応援してくださってですね、そうライブのブッキングから、集客、あとは、ライブのフライヤーとかね、そういうのを作ってくれたりね、日程のを更新してくれたりとか、いろいろ本当に協力してくれるみんながいたおかげで、北海道公演ね、初日はね、満席にはならなかったんですけど、でも2日目、3日目、最終日か、どんどんお客さんが増えていって、もう最終日満席でした。もうありがとうございます。みんなのおかげです。ありがとうございます。拍手がね、鳴りやまないですね。鳴りやまないっす。鳴りやんだと思ったらっていうことでね。はい。3回目は違うやつを入れるっていうことですよね。はい。ちょっとね、すいません。なんかちょっと楽しみすぎちゃってますけど、そうなんです。北海道も無事終わって、今日北海道のね、ツアーの振り返りと、あとは皆さんに、出題しております。来年のみんなの抱負を教えてということで、僕の抱負も今日めっちゃ、語っていこうと思います。ぶっちゃけあんまり考えてないんですけど、今日考えたいと思います。いろいろみんなのことね、聞きながら。ということで、あなたの抱負、ぜひ教えてください。ということでね、メールアドレス、発表します。いきます。761@fmkoza.jp。もう一回いきます。761@fmkoza.jp。こちらまでお願いします。また、FM コザでは、ユーストリームとツイキャスでネット配信もしています。FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントよろしくお願いします。そして、ツイキャスの皆さんも、ですね、今年の、来年の抱負を、終わるね。今年の抱負はあと4日、5日で何するって感じだけど、そう、来年の抱負ですね。お待ちしております。はい、ということで、1曲目お届けしていきたいと思います。どうしようかな、今日はどうしようかな。あ、この曲いこう。春水 Each of Our Lives、 僕たちそれぞれの人生より、春風。難しいような生きるってこと。
落ち立つことは簡単だ。幸せになる保証はないけど、お前の足元照らすよ。受けしました曲は春水ファーストアルバム Each of Our Lives、 僕たちそれぞれの人生より春風でした。 CM の後、今日のお題、あなたの来年の抱負を教えて、で皆さんと楽しく盛り上がっていきます。チャンネルはこのまま CM です。ということで、時刻は午後10時15分を回りました。
お送りしているこの番組は春水のハローニューワールドです。皆さんこんばんは。元気よく楽しく盛り上がっていきたいと思います。はい、ということでね、メッセージが届いているのでメッセージの方を読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、ラジオネームあやかさんからですね。春水こんばんは。こんばんは。北海道ツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。4カ所全部楽しかったよと来てます。ありがとう。彼女はね、4カ所全部コンプリートした方の2人いるんですけど、コンプリートしてくれた方がその2人のうちの1人ですね。ありがとうございます。おかげで絶賛春水ロスナウと笑いときてますけど、ありがとうございます。無理、大好きがすぎる。遠征疲れ取れたかな。私はヘロヘロです。笑い。ラジオまで起きてられなさそうだからメール送るね。優しいね。ありがとうございます。来年の目標は大好きな沖縄にたくさん行く。今年は2回しか行けなかったから来年は5回ぐらい行けたらいいなって。めっちゃ来るね。北海道なんですよこれ。彼女北海道からね、5回もですね。すごい話ですよねこれね。今回の北海道ツアーでできた沖縄の春水友達にも会いに行きたいんだ。みんな大好きテレ。春水にもたくさん会えるといいな。じゃあ またね、元気でね。ということで、あやかちゃんありがとうございます。そして4回とも来てくれて本当にありがとう。マジでね、最終日あのお土産もありがとうございます。いっぱい食べます。ありがとうございます。ではですね、次のメッセージいきたいと思います。ラジオネーム K さんからですね。春水さん、リスナーの皆様こんばんは。こんばんは。今年も残り4日。そんな感じが全然しない。確かにね、言われてみりゃそうですね。確かにね、確かに。今年はいろんな音楽、人、物とたくさんの出会いの1年になったな。特に4月から。それまでは月に1回ライブに行くかなだったんだけど、春水さんにも MOD で終わってます。どういうことなんでしょう、これ気になりますね。それまでは月に1回ライブに行くかなだったんだけど、春水さんに MOD っていうね。MOD なんなんでしょう、なんでしょうね、これね。MOD で終わってるんですよ。春水さんに MOD。春水さんにもっとおっぱい大好きですね。MOD 多分。そういうことですね。ということで、ケイさんありがとうございます。絶対そんなわけなかったと思うけど、はい。続きのメッセージお待ちしております。ということで、皆さんありがとうございます。モッズが変換されてないと思う。でもね、MOD だけでね、終わってたっす。ほんと。ありがとうございます。ナオミさん、来年こそ5キログラム痩せてフルマラソンに出る。まだハーフマラソンにしか出たことなくて、42.195キロは未経験と来てます。ナオミさん、僕もね、実は、マラソンかなり興味があって、ランニングが結構好きなんですよ、僕。ライブの前はね、大体走るんですけど、そう。なんでね、僕もね、マラソン出てみたいな。来年挑戦しようかな。挑戦しようかな、来年。やってみようかな。よし、決めた。来年はフルマラソン僕も出ます。イェイ。僕も出ます。ナミさん、なんで那覇マラソンに来てください。僕、那覇マラソンか分かんないけど。よし、やってみよう、僕も。フルマラソンちょっと挑戦してみよう。やってみよう。うん、やってみよう。よし。やってみます。とも800さん、あやかちゃんって来てるね。お、ケンタロウさん、ありがとうございます。見に来てくれたんですね。アニョハセヨー、ありがとうございます。とも800さん、春水ロック、ロスたくさんいるねって。俺、ね、嬉しいことですよ。もう北海道のみんな、マジ嬉しいです。ありがとうございます。はーい。リコちゃん、あやかちゃん、私も会いたいって来てますね。ナオミさん、頑張ろうって。ね、頑張りましょう。来年やってやりましょう。ちょっと、完走を目指してやりましょうね。本当に。僕もやっていきます。来年ちょっと何かのマラソンに出ることにしました、僕も。はい、ナオミさん、一緒に頑張っていきましょう。ということでね、皆さん、まだまだ来年の、抱負、目標、夢、やりたいこと、行きたいとこ、食べたいもの、何でもいいです。もう言ったもん勝ちです。本当ね、これはね、ちょっとね、大事な話なんでね、ちょっと、音楽切って話しますけど、目標を、
目標をね、目標だったり、これ絶対やりたいって思ってることをね、絶対口に出して言った方がいいです。でね、こう、機会があれば、もう絶対にね、言った方がいい。もう言ったもん勝ち、マジで。ほんとね、これこそ言ったもん勝ちだと思う。ほんとね、言ったら絶対にその目標をね、叶う。ほんとに。これ無理かなと思ってることでも、そう、言ってると、それを助けてくれる人が絶対現れるんですよ。いや、ほんとに。なんでね、マジでね、皆さんもね、絶対口に出した方がいいと思います。よし。じゃあもう、早速僕は、来年の目標を、もう思いつくところから片っ端に行きたいと思います。来年はね、沖縄かどこかわからないんですけど、300名、の方を集めて、ワンマンライブやりたいと思います！はい、そして、台湾にもツアーに来年も行きたい。北海道にも行きたい。東北にもね、ライブツアー行きたい。そして全国ツアーももちろん回りたい。あと四国にもツアーに行きたい。あとね、イギリスにも歌いに行きたい。そう。あと、そう。大きい車が買いたいですね。ロングボードが乗る大きい車が買いたい。そしてロングボードも、ゲットします、来年は。はい、スノーボードじゃなくてサーフィンのロングボード、ちょっとねロングボードデビューしたいなと。今僕乗ってるのはショートボードなんですけど、ちょっとねロングボードも楽しいなと最近思うようになってきてて、ロングボードゲットしたい。あとね、何があるかな、あ、そうだ、4曲入りの CD を来年発売します。イエーイ。あ、そうだ、これね、重大発表あります、皆さん。ちょっと、さあ、重大発表の中身とは何でしょうか。はい、発表します。来年ですよ、来年春水、ついに春水の歌がカラオケで歌えるようになります。ありがとうございます。はい、ということで、そうなんすよ。北海道ツアーではね、ちょろっとだけ、話したんですけど、そうなんですよ。わー、ゆうきくんありがとう。カラオケ配信始まります。楽しみにしてて、マジで。俺もね、多分一回ぐらいは歌うと思う。歌いに行くと思うけど、そうなのよ。え？いや、全部じゃなくて、ちょっとね、多分3曲とか4曲とかやれたらいいなって、今ちょっと話を進めてるところなんですけど、なんでね、多分ビューティフルライフは絶対入れます。でもあと他3曲か2曲ぐらい、どの曲が歌いたいかをみんなに聞くので、また SNS で教えてください。投票取って、その曲をカラオケにバシッと入れたいと思います。イエーイ。そう、カラオケにね、入れたいっていうこと、入れたいというか、もうこれ決まりなんですけど、入れるってことですね。そして、あと、そう、4曲入りの CD、まあ、5曲でもいいんですけど、4曲入りの CD をね、来年また発売したいと思ってて、曲目をね、ちょっとまだ迷ってるんですけど、また新しく曲もいっぱい書きたくて、あ、来年はね、じゃあ、10曲書きます、イエイ。はい、ということで、みんなのちょっと、九州も行きます。もちろん九州も行く。そう、全国ツアーの中にもう入ってる。そう、今まで行ったことないところはちょっと言ったけど、ということで、みんな、まだ、あ、メール来てるね。はい、ありがとうございます。あ、来た、ラジオネーム K さん、さっきの続きですね。すいすいさん、リスナーの皆様、改めてこんばんはと。4月までには月に1回ライブに行くかなだったんだけど、春水さんに MOD、 また MOD です。もっとおっぱい大好き、ありがとうございます。ありがとうございます。 K さんも、もっとおっぱい大好き2回も言わないでいいです、大丈夫ですね。 MOD でね、切れちゃってるんですよ。もうね、逆にこのツイキャスでやった方がいいんじゃないかと思うんですけど、どうかな。おりゆこちゃん、めちゃくちゃ嬉しい、歌う曲ないから嬉しいって来てますね、ありがとう。いや、もう僕もね、嬉しいよ、ほんとね。カラオケで自分の歌が歌える
ようになるって本当に夢だったんです。これマジで夢だったんですよ。で北海道今回行って、あの北海道のツアーの途中でですね、2日目かな、あのね、すごく素敵な出会いがあって、で、まあ、そこからあのこのカラオケ配信がまあ決まるっていう、こう流れになったんですけど、本当ね、人との出会いはもう素敵だし、そして何よりやっぱりやりたいことは口に出しましょう。そしてもう言えるタイミングがあればもう言いまくっていきましょう。皆さん来年2018年始まってからでもいいです。今年こんなことやりたいんだよ、今年絶対こういうことやってやる、絶対この目標達成してやるぜ、本当にそれをねもう言いまくってたら絶対叶います。マジ叶います。みんなで、まあ、僕も含めてみんなでね、あのお互いの夢目標もうガンガン叶えていきましょう。2018年よろしくお願いしますということで、イエイイエイイエイね。とも800さん MOD 気になるって、そうだよね、そう気になるよね。 K さん言ってない、もっとおっぱい大好きって 言ってないっていうことなんですけど、まあね、続き気になるよね、 MOD の続き。本当にねえ、カラオケに入るって本当すごいことだよね。本当に嬉しいです本当ね。じゃあみんなは目標は来年、来年の抱負は OK。 ちょいじゃあ一人一人行っていこう。 OK。 はいはい、ライブにいっぱい行く、そしてはい、彼女作る、そしてはい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 、なになに、おー、新水さんのライブ行く、最高、絶対叶う、それ絶対叶う、絶対叶う、それマジ叶う。そしてワンマイク、イエーイ、ありがとう、それも叶うね、それも叶う、ありがとうございます。いやもう みんななんか嬉しいっす、ほんとね、ね。お、 K さん対人関係に気をつける、そしてアルテの飛び入りマイクやってみたいって、おー、すごいな、いいね、叶います、それ叶えてください、もう一緒に叶えましょう。ナミさん、ギャラリーも楽しそう、そうだ来年は必ずそこに行ってラジオ聞くって嬉しいありがとうございます。ナミさん待ってます、嬉しいです。 K さん、あ、来年以降も沖縄に住んでたいってことでね、ね、いやもう住んでてください、もうお願いしますよね。え、はい、ということでね、ちょっと北海道の話をちょっとしていこうかなと思います。あのね、北海道今回4日間回らせてもらって、で4日間のうち初日が小樽、カフェホワイトさんというところでやりました。ね、沖縄からもね、はるばる遊びに来て くださった方がいて、そして、北海道の方もね遊びに来てくれてて、で、あの現地のお客様もいらっしゃってですね、あの素敵なライブになりました。一緒にね共演してくれた高橋舞子さんという方、あのピアノ弾きの方なんですけどね、すごい本当に楽しそうにね、あのピアノ弾くんですね。本当になんかもう私音楽好きなんですみたいなのがこうもうめっちゃ溢れてて、すごい素敵でした。本当になんかすごく刺激もらった、初日になりましたね。そして次2日目、札幌に行きまして、ですね、ユニオンスクエア、ん？ユニオンスクエア？ユニオンフィールドだ。ね、札幌のユニオンフィールドさんっていうところで、お邪魔しまして、その時はね、結構5組のアーティストと一緒に出てですね、ほんとね、すごいね、濃ゆかったんですよね。沖縄にはいないキャラクターだったり、沖縄にはいない、なんていうのかな、方向性のミュージシャンというか、またね、すごくこの日も、とっても影響を受けましたね。なんか、すごくその共演者の皆さんの演奏に自分もこう引っ張られたというか、なんかいい意味でね、なんかすごく、なんか影響を受けましたね。でこの日も本当ね、たくさんの方が見に来てくださって、僕のお客さんも本当たくさん来てくれてですね、で他のアーティストのお客さんもたくさん来てくれてたので、本当に会場パンパンで、あのね、もうすごくいいライブにできました。照明がすごい綺麗でしたね、このユニオンフィールドさんは。で、3日目、12月23日ですね。この日は、場所をちょっと変えて、札幌の八条さんっていう、
ライブバーで歌わさせていただきました。この日はツーマンライブだったんですよ。で、この日ね、共演したのはね、あ、現在オフラインです。オフラインになっちゃいました。なぜです。これどうすればいいんだっけな、これ。ちょっと待ってね。すいません、ありがとうございます。これどういう風に直せばいいよかったんでしたっけ。お願いします。はい、ありがとうございます。 OK、 戻りました。 OK です。はい、すいません、復旧しました。ありがとうございます。復旧いたしました。よかったよかった。そうで、23日のライブが八条さん、そうで、この日一緒に演奏してくれたのはキム君っていうね、すごいね、マイナーな感じの、マイナーっていうのは、ごめんなさい、メジャーとマイナーの、そう、なんつうの、物悲しい感じのマイナーね、そういうこう物悲しい雰囲気の曲を結構たくさん歌うミュージシャンだったんですけど、最後にね歌った曲がすごいめっちゃ明るくて、なんかすごくこうパンチがあってね、いい曲だなと思って聴いてて、で彼とも最後、セッションすることができててね、もうすごいギター上手くて本当楽しかったです。ベース、そしてそのキム君のリードギター、そして僕、あと店長さんの菊池さん、この4人でですね、もう即席のバンド作ってビューティフルライフをバンドバージョンでやったんですけど、本当ね、来てくれたみんなも喜んでくれてたし、本当に楽しいライブになりました。そしてですよ、12月24日記念すべき北海道初ワンマンライブをやってきました。ありがとうございます。大成功でした。もうみんなのおかげです。マジで本当にね、みんなのおかげで、みんながね、俊介くんのライブ聴かせたいとか、俊介のライブいいから行こうよとかね、誘ってくれて、本当たくさんの人が来てくれて、もうおかげさまで満席でした。マジありがとうございます。本当ね、初めての北海道で、なのにもかかわらず満席になるっていうね、もう本当にありがたかった、本当に嬉しかった。3日間連続で来てくれた子もね、たくさんいたし、4日間連続で見に来てくれた子もいたし、なんか1日だけしか行くよつもりがなかったけど、結局2日間とか3日間来てくれたとっていう方もいたし、初めましてで、2日目に会った方で、CD もしよかったら、ライブ行くよって言ってくれて CD 買ってくださった方がいたんですね。その方が、いや、めっちゃ良かったから CD ライブ来たよって来てくれたり、本当ね、もうこう点と点が線になって、最後の最終日めっちゃ盛り上がりました。バンドだったり、すごいたくさんの方の前で、ワンマンライブ、今回またね12月の17日にやらせてもらったんですけど、そうなんだけど、あの時のね、ワンマンを超える演奏が、12月24日できたような気がします。っていうのも、やっぱり日々僕は歌ってて、日々ステージのことを考えてて、だからこそやっぱりね、毎日毎日やっぱ向上していくと思うんですよ。だからこそ、もう12月17日から12月24日はもうね、1週間時間が空くわけで、本当にその間僕がこう考えてたこと、そしてやってきたライブ、こなしてきたライブ、その積み重ねがね、やっぱどんどん17日のワンマンから積み重なっていって、24日、本当すごくいいライブができたなって自分自身思います。来てくれたね、みんなも本当に楽しそうにしてくれてたし、本当幸せでした。なんかまたね、来年もなんかこの勢いのまま本当ね、歌ってきたいなってね、もっともっといい歌を書いて届けていきたいなっていう、こう力を本当にもらえた4日間でした。そして僕はね、スノーボードやらせてもらったり、スープカレー食べたりね、味噌ラーメン食べたりね、あとお寿司食べたりね、美味しい魚食べさせてもらったりね、もう本当ね、ライブだけじゃなくて、ライブまでの時間もすごく充実してて、ライブ終わった後の時間もすごく充実してて、本当4日間、めっちゃ楽しかったです。本当に、北海道来てくれた皆さん、そして北海道企画してくれたみんな、協力してくれたみんな、本当にありがとうございました。来年もね、絶対北海道行きますんで、よろしくお願いします。ということで、はい。
ちょっとみんなからツイキャス来てるので読みたいと思います。うん、北海道のじゅんちゃん、来年は何回沖縄行けるかなーって来てますね。じゅんちゃん、ぜひね、来年は僕のワンマン見に来てください。ほんとマジでね、マジで楽しいです。あのね、やっぱりバンド、僕やっぱバンドすごく好きで、僕のね、本当にこうすごい信頼してるメンバーと一緒に作るワンマンライブなので、本当ね、遊びに来てもらいたいなと思います。ケンタロウさん、来年の抱負、山、海、川、湖、洞窟、海、海底、宇宙、いろんなところに旅しに行きたい。あと春風を耳コピーは嬉しいな。これサンカボです。はい、サンカボです、ケンタロウさん。はい、私の中の MOD、 メンマの美味しいやつ大好きこれね、美味しかったっすね、ケンタロウさんね。一緒に食べましたもんね、これね。早くイケメンになりたーいってことで来てます。ありがとうございます。ケンタロウさん、めっちゃ嬉しいです。ケンタロウさんはね、北海道で出会った方です。もうほんとすごい、応援してくださってます。ありがとうございます。とも800さん、セッション良かったーってことでね、来てるね。ねえ、ケイさん、ほんと良かったよねーってね。ねえ、最高だったよねーって。K さん、八条も演奏も最高だった。トモ800さん、マジで盛り上がっていたね。一番って。ね、一番だったね、ほんとね。トモ800さん、ライブも遊びも満喫だって、ほんと満喫してたよ。もう、すげえいい4日間だった。北海道のじゅんちゃん、行くよ行くよ、早めに教えてねって。お、嬉しいです。マジ来てください、ほんとね。最高なんすよ。最高のメンバーでお届けするんでね。僕一人だけのワンマンライブ もちろん、あれはあれで、なかなかやらないので、沖縄ではそうだ、ないです。ああやって一人でワンマンやったのは。だから、北海道の皆さんマジ特別だと思います、ほんと。沖縄でもやりたいな。ねえ、一人だけでさ、ワンマン、北海道でやったみたいにさ、あ、やれたらいいな。来年それやろう。よし、それやろう。よし、それもやります。来年、それやります。一人でワンマン、一人でできるもんやります。はい、一人でできるもんやります。場所は、アルテ崎山さん決定です。イエイ。まだ聞いてないけど、聞いてないけど多分いいって言ってくれると思う。うん、オッケー。トモ800さん、ワンマンタケさんやろってね。ケンタロウさんかも。ワンマンタケさんやろってこれ、トモ800さん、これどういうことだろう、どういうことかな。後で教えてね。やろうやろうあ、たくさんやろうね、多分ね。ワンマンタケさんやろってね、これどういうことかなと思って。うん、たくさんやろう。これね、オッケーです。ともちゃん、わかった。ありがとう。オッケーですよ。ありがとうございます。はい、じゃあね、もう一曲、お届けしていこうかな。どうしようかな。何歌かな。ああ、これちょっといこうかな。すごくね、僕が前、大学生時代に組んでたユニット、ハルジュニアっていうユニットがあって、で、去年のね、全国ツアーの時に、名古屋公演、元相方がね、来てくれて、で、一緒にこの歌歌ったんですよ。旅立ちを今っていう曲なんですけど、この曲、すごくいい歌で、なんか、来年に向けてっていう意味合いも込めて、すごいぴったりかなと思ったので、今パッと目に留まったのでね、この曲流したいと思います。では、聴いてください。一瞬水で、旅立ちを今。しさを振り抜け、
しい喜び分かち合い語り明かした日々をたくましく咲く離れさえも儚げに舞い散るその時を今お届けしました曲は春水 with 柴田まさきで、旅立ちを今でした。この曲ですね、僕が大学時代に、春ジュニアっていうユニットを組んで、CD 音楽活動をやっていく中で CD を出したんですけど、その、CD のシングル CD の1曲目に収録されている曲なんですね。とても思い入れのある曲です。懐かしいです。はい、ということで CM の後生歌いこうかな。じゃあちょっと歌ってきますので、CM の後もチャンネルこのままでよろしくお願いします。では CM です。ありがとうねはい、ただいまお送りしているこの番組は春水のハローニューワールドです。残り15分楽しんでいきたいと思いますですね。メッセージが届いてます。ありがとうございます。ちょっと読んでいきたいと思います。ラジオネーム福岡のねーねーさんですね。中山くん、こんばんは。こんばんは。おかえり。ただいま。元気そうでよかったと。ありがとうございます。元気です。なんかあっという間の1年でした。駆け抜けた感半端なかった。笑い。最後の最後で転んじゃったけど、残りの日数で取り戻します。大丈夫、取り戻せるよ。今日のテーマ、来年の抱負はね、仕事と私事のメリハリをつける。仕事ではまたイベントをやりたい。また中山くんを九州に呼びたい。嬉しい。ありがとう。マジで呼んで。本当、今度俺鹿児島にも行きたいんだよね。鹿児島と
長崎じゃない鹿児島と何県の隣の県鹿児島と熊本じゃないなやった九州のさ佐賀あ佐賀じゃない下の方熊本大分じゃないあごめんちょっとあの九州の鹿児島の隣なんだっけ鹿児島県の隣って何かなあれ何やったっけねちょっとあのツイキャス分かる方いらっしゃいますか宮崎そうリーコちゃんありがとう宮崎ですすいませんはい宮崎ですね宮崎県行きたいんですよはいということでねごめんなさいちょっと話脱線しちゃったねはい私事では会いたい人に会いに行くもっと大切な人たちを大切にするいいね今年中山くんに出会えてたくさんの初を経験させてもらいましたありがとういやこちらこそありがとう中でも初イベントができたのは本当感動でしたいやいい本当にいいねイベントだったマジで本当美味しかったなんか今パッとも浮かんできたのはエビのあんかけ超美味しかったマジで本当はいですね幸せを飛び越えちゃったよっていいね幸せを飛び越えるってありがとうちょっとメモしますそれパクりますそれ歌詞に書きます幸せを飛び越えちゃったっていい表現だねこれマジすごいいいねこれちょっとこれほんといい表現だと思うなんかアーティストっぽいこれ幸せを飛び越えるって聞いたことなくない幸せを飛び越えるっていうフレーズって聞いたことないよねある人ないでしょういい表現だと思いますこれはい本当ありがとうねまた来年もいっぱいよろしくお願いしますねではでは最後まで頑張ってねってありがとう良いお年をゆっくり休んでねとありがとうございます福岡のねねさんも良いお年をありがとうございますそうかもうこれ今日ラジオの最後にみんなに良いお年をって言わなきゃいけないんだそういうことかマジかお嬉しいラジオネームコウジさんありがとうございます春水もつでのワンマン楽しかったちなみに俺もおっぱい大好きって言ってます何の報告やねんそれってわー本当にもうありがとうございます嬉しいです僕もおっぱい大好きですありがとうございますはいということで行こう次うんナミさんいい曲ですね私も初めてですと来てますありがとうございますねうん歌詞に、ね、なりそうなぐらいいいフレーズだったよねよしじゃあ歌いますちょっと待ってよいや今日さ何歌おうかさ考えてなくてさどうしようかなどうしましょうねさあ皆さんどうしましょうかどうしようかなちょっと待ってねどうしようかな考えてこいよお前って話ですよねこれねねえすいませんねちょっと聞いてくださってる皆さんも今ね一生懸命考えてるんですだってさ今日これで最後の曲なんですよ僕2017年最後の曲なんですよマジでこれ大事じゃないですかどうしようそうだじゃあねやっぱこの曲歌おううん僕ね明日からね岐阜に帰るんですよそれで明後日からねもう家族であれなんですよね温泉旅行行くんですよで
なんか父親母親とかとさ、温泉行くのなんてほんと久しぶりで、なんか沖縄に来た時ね、なんかねそんな日が来るなんて正直思ってなくて、っていうのも僕はすごい挫折して沖縄に来たので、だからなんかやっぱすごく嬉しくてね、今回の帰省、そして一緒になんかそうやって温泉行けたりするなんか余裕と時間ができたっていうのがめっちゃ嬉しくて、だからこそなんかビューティフルライフを歌います。やっぱりまた家族についての歌書きたいなってなんかすごい最近思います。この帰省中にもねギター持っていくので曲書こうかなと思ってます。またいっぱい来年もいい曲書きます。楽しみにしててねみんな。じゃあビューティフルライフをちょっとスローバージョンでいきますね。虹がかかった雨上がりの空、泣きたいくらいの美しい夕焼け、こんなにちっぽけな自分に気づき、少し僕は前を向けた。当たり前にしてきたこと、立ち止まって感じられたから、今ならいける気がした。もう決して僕は一人じゃないから、背中を押す仲間の声を、もっと強い絆に変えて、yeah、 生き急ぐ必要はないさ、今この瞬間を見つめていたいだけ。Oh, a beautiful life. もう一度歌う理由を見つけた。Beautiful life. 神様が未来にくれたトレジャー。Beautiful life. 感謝を与えない。だから歌いたい。Beautiful life.言葉にできない口下手な僕だから、 yeah、 いつだって言い訳で武装してリアルな自分を続けた。どんだけ突っ走ったって変わらない。過去の物語、自分を大切にって言葉、僕は分からなかった。目の前の人と向き合う意味も分からなかったね。苦しくてもがき続けた。そんな日々超えたからこその今、やっと手放すことができた。きっと僕は生きててよかったんだね。優しい心で Beautiful life。 弟のように誠実でありたい。家族写真心に抱き、今日も僕は生きる。Oh, Beautiful life。
父さんのような揺るがない愛を Beautiful Life 母さんのような優しい心で Beautiful Life 弟のように誠実でありたい Ah, yeah, Beautiful Life もう一度歌う理由を見つけた Beautiful Life 神様がくれた教えた Beautiful Life 感謝を与えないだから歌いたい Beautiful Life 言葉にできない口下手な僕だからありがとう。皆さん本当に良いお年を今年一年ありがとうございました。しゅすいでした。ありがとう。おやすみ。良いお年を。ありがとうございます。ありがとう。セーフセーフセーフ。はい大丈夫です。あ、ちょっとすいません。皆さんに皆さんありがとう。ナミさんありがとうございます。ともちゃんありがとう。じゅんちゃんありがとうございます。良いお年を。